バリーさん、シェリーは大変だ。フレデリックさんがヘンデル軍と戦っている時に捕らわれてしまったんだ。おじいちゃんが。奴らね、とうとうこのラントリオに本格的な侵攻を始めやがって。申し訳ありません。我々がついていながら。アスベル様、この件につきましては後でいかようにも席を追います。ですが今は急いでフレデリックさんを救出に向かわなければ。私も行くわ。場所はどこ？今は国境砦と裏山の間で揉み合ってる。分かったわ。すぐに向かいましょう。よし、俺も行く。アスベル様、しかしフレデリックをみすみすフェンデル軍の手に渡せるか。行こう、シェリア。
負けられないな。つまらぬものを切ってしまったなんてな。負けられないな。この名を持ちてさまざま光を加え大爆笑。目が甘かったな。アスベル様、あちらを。フレデリック、今助ける。よし、やるぞ。変身術ミリカ、光を加え、大胆かミリカ、落ちろミリカ。変身術この剣の前に敵はない。無事か、フレデリック。おお、アスベルさん、こんなところでお会いできるとは。しかし私はアスベル様に合わせる顔が。親父のことは聞いた。フレデリックが謝らなくてもいい。アスベル様。フェンデル軍の兵器だ。フェンデルはあんなものまで持ち込んでいるのか。あの兵器のせいで我が方は苦戦を強いられています。フェンデルめ、本気だな。あんなものが町になだれ込んだら大変なことになる。何としてもここで食い止めないと。何度か正面からぶつかりましたが、我々の力では勝てそうにありません。地形を利用するのはどうだろう。例えば崖から落とすとか。崖？裏山の花畑ならそう遠くない。よし、俺が敵の目を引きつける。その間にみんなは安全なところへ。どうなさるおつもりですか。こうするのさ。我はウィンドル王国の騎士にしてラント領主の子アスベル。そちらに真の勇気の持ち主あらば、出てきて我と戦え。よし、こっちへ来たぞ。あとはあいつを花畑まで誘導して。シェリア、みんなと一緒に行け。ここは俺一人で何とかする。私は大丈夫。来たか。シェリア、花畑まで走るぞ。
き残れ。砲撃しか大事だ。まだまだ手を持ちで探せ。は先進客調子に乗るな。戦っても
で立ち向かう気。まずい。必ず生き残る。この名を呼ぶ。ライザンソー。ライザンソー。行くよ。この名を呼んで探す。そこまで。ライザンソー。ライザンソー。ライザンソー。陽動襲撃。この名を呼んで探す。これでしばらく大丈夫よ。ソビーなの。ソフィーのはずがない。そんなことあるわけがない。ソフィーはあの時7年前に死んだんだ。ソフィー。でもまさか記憶を失っているのか。見てほしいものがある。こっちへ来てくれ。1年前にリチャードが来た時、ここでソフィーも交えて3人で友情の誓いをやったんだ。この木の幹を見てくれ。どうだ、何か思い出さないか。わからない。でもこの木を見ていると不思議な気持ちになる。とても大切なものを見ているような、そんな気になる。どういうこと？常識的に考えればソフィー本人ということはありえないと思う。だが赤の他人と言い切るにはあまりにも似すぎている。なあ、これからどうするんだ？よかったら一緒に来ないか？そうした方がいいわ。ここにいたら危ないし。よし、急いで町へ戻ろう。あれからみんながどうなったかも心配だ。さあ、行きましょう。クロソフィーの種。これはソフィーが導いてくれた縁なのか。
私たちあなたにとてもよく似た女の子を知っているのよ。わからない。あなたたち誰？やっぱり違うわよね。いや、きっとこの子。ソフィーは7年前に死んでしまったのよ。そうやって自分に都合のいいように考えないで。シェリア。ねえ、どうしてその子は死んじゃったの？え、それは俺たちを守ってくれたんだ。きっと彼女が俺たちを大切に感じてくれていたからだと俺は信じているよ。みんなは無事に逃げられたか？はい、おかげさまで全員無事に帰還できました。負傷者は何人か出ましたが。お父さんが、僕のお父さんが。安心して、お父さんのことはお姉ちゃんが治してあげるから。負傷した人たちはどこ？広場にいる。私は怪我をした人たちのところへ行きます。彼女は本当によくやってくれています。奇跡の力で俺たちを癒してくれる。今のラントには天の使いのような存在です。フェンデル軍の状況は？ひとまず交代はしましたが、依然としてラントの領内に入り込んだままです。奴らは国境砦の手前に野営地を築いておりまして、そこを叩かない限り本当に奴らを撤退させることはできないと思います。野営地の詳しい場所はわかるか？はい、以前アストン様に詳しい報告書も提出しています。そうか、屋敷へ戻ったら見てみよう。ああ、それとアスベル様、ケリー様とフレデリックさんがお屋敷でお待ちです。分かった、すぐに行く。7年ぶりか。こんな形で戻ってくることになるとはな。アスベル、すまない、何でもないさ。よし、俺の家へ行こう。母さん、ただいま戻りました。よかった。あなたが帰ってきてくれて本当によかった。お父様があんなことになって、これからどうなるのかと心配で心配で。心細い思いをさせてすみませんでした。フレデリックも無事でよかった。助けていただいたご恩は一生忘れません。父の葬儀は終わったのか？はい、アスベル様のお帰りを待たず申し訳ありません。アストン様は最後までラントを思い勇敢に戦い抜かれました。そうか、父の最後を看取ってくれてありがとう、フレデリック。もったいないお言葉でございます。アスベル、もうどこへも行かないわね。お父様の後を継いでくれるわね。もう頼りはあなただけなのですから。あなたもそのつもりで戻ってきてくれたのよね。俺が帰ってきたのは母さんやラントの様子を見るためで。アスベル、あなたまさか。
こんな状況だというのに、また王都へ戻るというのですか。母さんの言いたいことはもちろん分かっています。でも少しだけ時間をください。考えを整理する時間を。アスベル様のお部屋は以前のままにしてあります。今までのようにお使いください。ありがとう、フレデリック。ソフィー、俺は部屋へ行くが来るか。アスベル、すみません母さん。結局理解し合えないままになってしまったな。もっと早く俺がラントの事態を知っていたら、俺が素直に後を継ぐ気でいたら、こんなことには。なあ、俺どうすればいいと思う？俺もうすぐ本物の騎士になれるはずだったんだ。この七年ずっと目標にしてた。強くなって騎士になって、それでみんなを守ろうって。なのに守れなかった。親父を守れなかった。親父はラントのみんなを守るために戦い死んだんだ。守る、みんなを守る。俺がみんなを守ろうと思った一番のきっかけはお前だ、ソフィー。私？あ、ごめん、ついお前をソフィーと思ってしまうんだ。不思議だな、こうしているとあの頃に戻ったみたいだ。そうだよな、どうすればいいかなんて答えは最初から出ているんだ。最初から。お前のおかげで気持ちが整理できたみたいだ。ありがとう。この部屋も久しぶりだな。こんなに狭かったっけ。アスベル様、お茶をお持ちしました。フレデリック、いいところへ来た。手紙を書いたので出しておいてくれないか。これは騎士学校の退学届ではありませんか。俺は父の後を継ぐ。俺はラント領主アストンの息子で長男なんだから。ケリー様にご報告いたします。きっとお喜びになるでしょう。ああ、それとフレデリック、フェンデル軍の野営地に関する報告書があると聞いたんだが。それでしたら執務室にございます。よろしければ一緒に行ってお出しいたしますか。そうだな、よろしく頼む。
一同敬礼。アスベル・ラント、はっ。貴君の日頃の勤勉な態度、騎士たるにふさわしい人格、そしてこの度の武勲を認め、本日より国王陛下直属騎士団に配属するものとする。おめでとう、アスベル。ありがとうございます、教官。この日をずっと夢見ていました。俺、いや、私、アスベル・ラントはウィンドル王国のために尽くしたいと思います。アスベル、あなたまさかこんな状況だというのに、また王都へ戻るというのですか？母さん。お父様の後を継いでくれるわね。もうお頼りはあなただけなのですから。それは、俺は強くなりたくて、もう誰も失わないようにこの手で守るって。だから、アスベル、ラントを頼む。親父？ラントを、皆を守ってくれ、アスベル。親父、親父。夢か。親父さえ死ななかったら、今頃は。考えるのはよそう。考えたところでもうどうにもならない。今の俺にできることを精一杯やるしかないんだ。親父もここでよくこうして書類を読んでいたっけ。フレデリック、ここに書かれている内容は今もその通りか。裏山の先にある海辺の洞窟を通ればフェンデル軍の野営地の近くまで迫れると書いてあるが、うまく洞窟を利用すれば野営地に奇襲をかけることもできそうだな。失礼します、アスベル様。このご様子だと、新しいご領主様におなりになったのですか？若輩者ではあるが、精一杯ラントのために尽くそうと思う。バリ、よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いいたします。早速ですが、アスベル様、騎士団は動いてくれそうですか？今となってはそれが頼りで。残念ながら難しそうなんだ。自分たちの力で今の状況を何とかしなければ。そうですか。もちろんフェンデルへの対策は考えている。何かお考えがあるのですか？フェンデル軍に対し攻勢に転じようと思う。海辺にある洞窟を使って敵の前線基地に夜襲をかけるんだ。なるほど。あの洞窟なら人目につかずに動けるか。行軍は少人数に分かれて行い、洞窟の出口の手前で集合する。そこで夜を待ち、奇襲をかける。攻撃の指揮は俺が取る。決行は今夜だ。そんな急にですか？激しい戦いの直後だからこそ敵に隙が生まれるんだ。今は好機だと思う。この作戦を絶対に成功させ、フェンデル軍の脅威を取り除く。了解しました。直ちに準備に取り掛かります。私もその奇襲作戦に加えてください。フェンデルを何とかしたいという思いは私にもあります。シェリア、私も行く。ありがとう。二人ともよろしく頼む。よし、準備ができ次第出発しよう。昼の間に現地へ到着して、そこで夜を待ちたい。わかりました。
一人で抱え込んで責任だなんて。どうしたの？ううん、ちょっとイライラして。イライラ？少し腹が立ってるっていうか。シェリアは可愛いね。何よそれ。アスベルに聞いたらシェリアの前ではそう言えって。ねえソフィー、アスベルと話したら伝えてくれる？うん。余計なことはやめてって。うん、いいよ。ソフィー、あまり離れるなよ。うん。どうしてその子ソフィーって呼ぶの？どうしてって、名前がないと不便だからな。まだあのソフィーだとはっきりしていないのに。それはあなたは現実を見ていないのよ。あの頃と何もかも違う。確かにあの頃とはいろいろ変わってしまった。ソフィーが死んで、ヒューバートがストラタへ行って、親父は死んでしまった。久しぶりに会った幼馴染はすっかりよそよそしくなって、昔のように笑ってくれない。分かってる。全部俺の責任だ。分かっているからここに残ると決めたんだ。ねえ、このお花はなんていうの？クロソフィーだ。ソフィーという名前はこのクロソフィーから取ったのよ。ソフィー、アスベルが私のことをそう呼んでる。ごめん、勝手に。いいよ、ソフィーって呼んで。このお花好き。あったかくて懐かしい感じ。このお花から取った名前とっても嬉しい。そんなに好きなら育ててみるか。ほら、クロソフィーの種だ。これをやるよ。これがクロソフィーのお花になるの？屋敷に戻ったら花壇に植えるといい。わかった。ここが洞窟の中か。ラントの領内だというのに来るのは初めてだな。ここまでは見つからなかったね。この先もそうだといいが。よし、奥へ進もう。光の城へ。大胆攻撃。大胆攻撃。花々。
目が甘かったな。空が見えないのがこんなに息苦しいなんて。ねえアスベル、シリアに可愛いねって言ったら余計なことはやめてって言われた。まさか本当に言ったのか。冗談のつもりだったんだが。ううん、その前からイライラしてた。シェリア、どうして怒ってるんだろう。バロニアからずっとあの調子だ。はあ、もっと息苦しくなってきた。そう？お空が見えないのはさっきと一緒だと思うけど。水の中を移動する羽目になるとは思わなかったな。水浸し。寒くない？辛かったらソフィーとラントへ戻っても。ついてきたいと言ったのは私よ。これくらい覚悟してた。それともアスベルは私が邪魔、私がついてきたいって言ったこと本当は迷惑だって思ってるの？そんなことはない。むしろとても助かっているけれど、無理はさせたくない。二人に何かあったら俺は。シェリアも水浸し。濡れた服絞るから向こう向いてて。ああ。この洞窟、もしかしたらいくつも潜らないと進めない場所があるかもしれない。うん。そういったポイントを見逃さないよう、よく調べながら慎重に進もう。大丈夫かソフィー。シェリアも風邪をひかないように気をつけて。ちょっと、あまりこっち見ないでよ。ごめん。そんなに落ちるか。いや、強くない。右下方を見せたまで。そんなに。
この剣の前に敵はない。
高齢中の住処ね。昔ヒューバートの図鑑で見たことがあるわ。シェリアはよく隠れてうちに泊まってたな。アスベルは知らないだけ。その後私はおじいちゃんとケリー様に叱られてた。そうだったのか。それをアストン様がいつもかばってくれたの。いつも私を守ってくれていた。親父が。知らなかった。だから私、アストン様の戦死を聞いたときに悔しくて。シェリア。近づいちゃいけない。え、どうして。噛まれなかったか。これは動物を麻痺させて捕食する海藻だ。人間を食べることはないと思うけど危険だぞ。ちょっとだけ噛まれた。見せて。治ったよかった。シェリア、ありがとう。助かったよ。ソフィーもお礼を言うんだ。ありがとう、シェリア。ねえ、アスベル。どうした？さっきからずっと水に潜っている気がするんだけど、わざとじゃないわよね。わざと？どうして？別にいいんだけど、さっきから少し服が乾くとすぐに水に潜るから濡れっぱなしで、何か変な期待でもしてるのかもって。そんなわけない。誤解だ。少なくとも俺が変な期待しているなんてことはない。やばい。
行くよ。お前を持ってさばけ。逃げた。落ちろ。針を使え。逃げた。落ちろ。落ちろ。お気に乗るな。取り詰め。お気に乗るな。最高の光を宿る。やばい。落ちろ。これが幾多の戦いをくぐり抜けた者の底力だ。あんな奴がいたとは思わなかった。油断していたら危なかったな。フェンデル軍の姿は見えない。作戦通り、ここで味方の到着と夜の到来を待つとしよう。よし、そろそろだな。それでは今から奇襲作戦を決行する。あのモンスターは何だったのかしら。ひょっとしてフェンデルが。違うと思う。長年ここに住み着いていたんじゃないかな。それじゃあ私たちがここに来なければ死なずに済んだのかもしれないのね。少し気の毒だわ。そうかもしれない。けど、それじゃラントを助けられないんだ。アスベル。迷っている暇なんてない。今のラントを守れるのは、俺だけだ。